沖縄ヤンバルで暮らすちょっと変わった3人家族の Vlog です。家族の年の差全員25歳ずつ、見た目はおじいちゃんだけど本当はお父さん、使用パンパン。決しておじいさんが好みなわけではありません。ついにアラサーになりました。塩まま、海が大好き。そんな3人のちょっと変わった沖縄ライフ、ぜひ長い目でお付き合いください。それではどうぞ。しおりんちのおいしい休日。はいさい、しおりんちのパパです。今回はね、ちょっと前の動画なんですけども、ママとのお出かけ動画です。どこ行く？ウェイク。ウェイク行ってみましょう。パパもママもお気に入りの場所、素敵なカフェです。ちょっとご案内しましょう。晴れに来たの初めてだね。本当だね、夏休みの雲だね。デザート？絶対にティラミスがいい。前なかったんだもん。あ、売り切れてたんだ。飲み物は？何が？お皿？もう一番テーブル。テーブル？木じゃない？ソファーと何も言わない。いただきます。クルーザーティ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 ー、おいしい。
え？ね。すごいね。こんなに人いるんだ。本当だ。え、こんな盛り上がってるあれなんだ。海入ってんじゃない？パラセーリング。パラセーリングか。ないみたい。パラセーリングはないんだ。いや、めっちゃ人いるし。で、おお、なんか何これ？あっちにもあるようなやつじゃん。あんなとこになんかいろいろあるぞ。これ。アイアイカナカ。これあっちもなかったっけ？ビーチなんとか51みたいな。あるかも。かわいい。あ、普通のビーチなんだ。冬にしか来てないもんね、前ね。そうだね、夏来たことないもんな。冬は来たことあるけど。そうだね、先っぽまで行こう。綺麗だと思ってる。思ったはず。なんだろう、あれは。ツル。ツル。なんだろう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もう少ししおりんちを見てみたいっていう方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンと通知設定、そしてインスタグラムよろしくお願いします。パパママの QR コード載せておきます。今回の動画もね、ちょっと以前の動画をアップしてみました。しおりがいない動画ちょっと上げてみたかったんで、今回に至ってます。またしおりんちの沖縄情報
アップしていきたいと思います。それではまた野菜。